で出会って。よし、正解発表いきましょう。今日の6位に入るキーワードは半袖です。あー、なんで、だっておかしくない？嘘、印象操作でしょ。違うの？本当に消滅したって言ってたじゃん。不安定でいけます。他ないので、大体ね、誰っていうの出てくるんですよ。そんなことはない、今日は不安定なはず。正解発表いきましょう。今日の第8位に入る、キーワードは不安定です。ドン。なんでだってさ、今日も不安定だったし、なんで。じりじりで行こう。だって夏は使われ方が多すぎたもんね。行きます。第5位に入るキーワードはじりじりだと予想します。お願いします。本当に正解発表いきましょう。第5位のキーワードはじりじりでした。はいはい。なんで、ちょっとダメだっては、聞いてないよ。そんなにみんな言ってた、ちゃんと宣言。言わないよ、言ってないっては。本当？待って、振り分け宣言入った。ここに発達が入ってほしい。念を送っておきます。あなたは発達、発達です。正解発表です。第9位に入るキーワードは発達でした。発達です。雷じゃない。なんでよ、知らない、知らない。何？かっこいいって。え？嘘？本当ね、こんな長いのがここに入るんですか、黒っぽいって。普通分けるじゃん、こうやってさ。ちょっと自信はないけれど、ギラギラでいきましょう。いやー、いきましょう。はい、第7位に入るキーワードはギラギラです。ギラギラです、です、です。あー、嫌だ、もう嫌だ。なんでなの、なんでなの。絶対わざとです。当たり前ですよね、クイズだから引っ掛けようとしてくるけど。どうしよう、いや、どうしよう。久しぶりで行こう。うん、そう信じます。今日は関東では久しぶりに日差しってきっと喜んだ方が多いと信じて、第3位に入るキーワードは久しぶりです。お願いします、久しぶり。あー、